ここできました。ケージも用意しました。サブちゃんとね、お散歩で行けたんだね。起こすのに3時間ぐらい。いや、怖い。男の子かな、女の子かな。でも目もぐちゃぐちゃかと思ったらそうでもないね。よかったね。攻撃性があります。ちょっと怖いんだね、まだね。大丈夫よ、大丈夫よ、怖くないよ、大丈夫よ。すごいね、かわいい。でもほら、いいかね。怖いよね、だってね、たった一人ぼっちで捨てられてね、あんなとこにね、いたんだもんね。大丈夫、もうここに来たんだから大丈夫、大丈夫よ。ちっちゃいね。1ヶ月になってないかな。ねえ、ちっちゃい。大丈夫、怖がらないで、大丈夫だから。じゃちょっと無理にケージに移そうとしないで、こうやってミルクあげてみようか。うわうわ、はい、ああこぼされちゃった、こぼされちゃった。キャリーの中で、キャリーの中にミルクこぼされちゃったな。じゃあケージの中入ろう、とりあえず落ち着くまでそこにいる。でもすごいハンサムちゃんだか美人だかわかんないけど、大丈夫よ。落ち着いたらとっても可愛い子になるね、美形ちゃん。よし、じゃあちょっと両手じゃないと無理だわ、ちっちゃいけど。可愛いね。キャリーに移ろうね。ねえ、ちょっとお目目が涙目で、可愛いちゃんに。怖かったね。じゃあキャリーに移りましょう。キャリーじゃないよ、ケージに移ろうね。